チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、お帰り、1ドル、1441ウォン、韓国の危機、継続、トルコが韓国にスワップ、これでウォン安加速だ、についてです。朝からバイクに乗って出かけてもパッとしないお天気。気温はちょうどいいのにな。来週も走りに行くぞ。シーズンを楽しみたいマリナです。お帰り、1ドル、1441ウォン。今週末の展開はいかがでしたか？少し物足りないと思っていた方もいたと思います。でも木曜日の殴り合い。久しぶり、見応えありましたね。ここまで、ドルウォンがエンターテイメントとして、成立する通貨になりましたね。今年の最安値にまた近づいてきました。期待感も高まってきました。今週も期待しましょう。本日は、下手にスワップ契約なんて結ぶと、ろくでもないことが起こるという話です。さすが、エルドアン大統領、やるな。トルコメディア、ハーバートークの記事ですが、韓国からスワップで7億8000万ドルというタイトルです。ロイター通信によると、韓国は先週、スワップ協定の一環として7億8000万ドルをトルコに送金した。二人の銀行家を元にしたニュースによると、この送金は2021年に締結された20億ドルのスワップ契約の範囲内で行われたとのことです。つまり、韓国より先にトルコが通貨スワップを使用したということですね。多分韓国はブルブルですね。銀行家によると、韓国からトルコに送金されたお金はこれまでに10億ドル近くに上るという。トルコ共和国中央銀行 CBRT はこの送金についてコメントを出していない。トルコ共和国中央銀行のスワップ契約は全て現地通貨建てで行われている。韓国とトルコのスワップ協定は2021年8月に締結されました。トルコ共和国中央銀行は、中国と60億ドル、カタールと150億ドル、アラブ首長国連邦と約50億ドル、韓国と20億ドルのスワップ協定を結んでおり、合計で280億ドルとなっています。トルコ共和国中央銀行はこの件に関してコメントを控えています。スワップ協定に加え、トルコ共和国中央銀行は最近、準備通貨預金口座の増設を進めている。エルドアン大統領はまた、資産増加の際に、友好国が支援している、と述べた。さすが、エルドアン大統領。どうせなら、残りの10億ドル、スワップしていいよ。マリナは認めます。どうぞご使用ください。このスワップを締結した、ムン大統領。ムン大統領がスワップする前に、先にスワップされてやんの。エルドアン大統領が、1枚も、2枚も上手ですね。ムン前大統領も、さぞや喜んで泣いていることでしょう。トルコの中央銀行の貸借対照表と、準備金データに基づく計算を引用して、銀行関係者は、取引に基づいて、韓国からトルコに送金された総額は現在、ほぼ10億ドルの価値がある。これが本当だとすると、だだかがりのウォンをドルと交換して送金したことになるのですね。多分、送金するためにウォン売り、ドル買いしてドルを送金するのでしょうから、ドルを失ったことになりますよね。ガハハ。それによって、さらにウォン安になりますよ。この記事の詳細は不明ながら、この報道が正しければ、韓国銀行はトルコ中央銀行に対して、7億8000万ドル相当のウォンを送金したことになります。気になるのは、使い物にならないウォンを送金されても迷惑な話なので、ドルに変えないといけませんよね。トルコ中央銀行はその後、どうしたのでしょうか。気になるところです。仮にドルで送ったのだとしたら、韓国銀行はこんな最悪の状況の時に、痛い送金になったのではないでしょうか。ただでさえ、外貨準備高が減少しているのに。
ともあれ、トルコメディア、ハーバートークが、トルコ共和国中央銀行は本件について、コメントを出していない、としているのと同様、韓国銀行も本件についてプレスリリースを出していません。そんな情報流せませんよね。そしたら、すぐに1ドル、1500ウォンに行っちゃいますもんね。この情報を目撃したコメントです。貸すほどドル持ってるのに、日米にかかるなよ。さすがトルコ、エルドアン、先進国と名乗る国すべてに、嫌がらせするのが大好きすぎる。ボンで、もらってるんなら早く売ってドルにしないと。価値がどんどん目減りしちゃうぞ。ボン売り圧力、いいね。トルコ、ボン売ってドル回収すんだろう。ボン安に触れるんじゃね。これが夢のスワップの末路か。これが先進国だよ。他国から頼られてこそ先進国。どんどん頼られてくれた前。返さなくても良い金だからな。韓国民に早く教えてあげたい。翌日、そんなことは言ってないとか言われたりして。リッチな韓国、こっち見んなよ。たまには見直した。評価は変わらないけどな。ってあたり次第に、スワップしようとした結果がこれ。弱り目にたたり目だな。トルコ、ナイスタイミング。価値がどんどん目減りしちゃうぞ。ボン売り圧力、いいね。ぷぷぷ。コメント、みんな言いすぎ。なんか明るいニュースでしたね。トルコは、有意義に使用してくださいね。でもこれ、一応、返さないといけないのかな。トルコのことだから、韓国の弱点探して、返さない、常套手段でしょうね。さすが、エルドアン大統領。やるな、エルドアン大統領。いろいろなところでフェスをやってる。どこかの何かに行きたいけど、なんだかそういうイベントに誰かを誘ってとかの企画をするのが、コロナ以降すっかり下手くそになったなって思うマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。